皆さんこんにちはクリアですいつもご視聴いただきありがとうございます今回はこちらセリアさんのこのペーパーヤンのベールを使用して夏らしいバッグを編んでいこうと思います今回はカラーナンバー2番を使用していきます法定表示は紙100%の糸で 25g 42m の長さ使用のかぎ針の目安は5号から6号になっています このナチュラルな色合いがとっても素敵なのでこの糸を使用しまして今回はバッグを編んでいこうと思いますそれからこちらのダイソーさんのグレースラメですねこれをアクセントになるような感じで使用していこうと思いますで今回使用するカラーナンバーは515番のネイビーこの色を使用していきます材質はポリエステル100%の糸で 20g65m の長さおすすめの塩針かぎ針は2号針になっています すごくね細い糸になっていてこのラメがとても綺麗な糸になっています。ここの糸を使用しましままてて可愛くななるようう感じで仕上げていいと思いますそれから今回はこのカバンテープ持ち手としてこのカバンテープを使用していきます。で私はこれダイソーさんで購入したんですけれども100均だったらどこでも売ってるかなと思います。 このねブラックを今回使用していくんですけど幅が25ミリのものですねこれを使用してみてくださいで、これは長さ1.5メートル入っているものになっていますはいポリエステル100%のものですねこちらを使用していきます それからら今回使用していく道具はこちらですまずは段数マーカーととじ針にハサみこれいつも通りの編み物の、はい、道具になっていると思うんですけどと持ち手のところをこういった感じでつけていくんですねそのためにグルーガン使用していきます編んだものと先ほどのカバンテープですねこれをつけるためにグルーガンでこう真ん中のところをね塗って留めるっていう感じにしていくのでグルーガンでグルースティックもこれどちらとも ダイソーさんのものもですすダイソーさんに売ってていいるものなのなでこちらを使用していきますで編んだものとそのバッグのところを止めてこうつけていくんですけどその時にまあクリップで留めていった方が断然やりやすいので何でもいいです止めるものですねをまあ4つぐらいあればいいかなと思います。でそれからこのバッグの、えっと、この持ち手ですねカバンテープこれがちょっとあの処理をしているところはいいんですけど最初の方とか。 カットして使っていくとちょっとここがほつれたりとかしたのが気になったのでその時にこうライターとかでシュッ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 ってするとまあ、ほつれ予防というかそこまでボロボロっとならないのでまあ今回は私はこちらのライターで糸処理を糸処理っていうか処理ですね端の処理をしていこうと思いますまあ、それのためのライターですこれはなくても大丈夫ですでそれからボタン付け用の糸を使用していくんですけど20番ですね20番の 色色ののじゃない20番の糸ですね太さの糸で今回この上の部分しっかりとね縫い留めないとちょっと剥が,がれるというかこう取れたら嫌なのでこれぐらいの糸の太さでここのところを縫っていきますでこれはもう色はこのバッグに合わせていただいたらいいので今回は私はベージュを使用してはいつけていきましたでその糸と、まあ、縫い針ですねこちらを使用してみてくださいでそれから かぎ針は今回3本使用していきます。これ2本しかないんですけれども両かぎ針なのでバッグ本体を編んでいく時にはこの上の5号針 3mm を使用してこちらのバッグのところですねここの部分は編んでいきますでそれからレーズンみたいな感じでこのグレースラメがすごい細い糸になってるんですねなので 作り目を編んでいくときにはこちらのですね、3号針で作り目を作っていきまして、で、それからずっと編んでいくのはこちらの2号針で編んでいこうと思うので、まあ、3号針と2号針、それから5号針ですね。こちらを使って編んでいこうと思います。では、まず底を編んでいきます。糸端は少し残す程度で大丈夫です。で、結び目を作りまして、ここから鎖を32目編んでいきます。 鎖を32目編んできました。で、端っこを0センチに合わせまして、で、測っていきますと、だいたい18センチぐらいの長さになっています。では、ここからは細編みの大深編みで編んでいきます。まずは鎖を1つ立ち上げて、1、2、2つ目のこの鎖の裏山、ここから細編みを編んでいきます。まずは1つ編んで、マーカーをつけておきます。 けましたら次の目のこの鎖の裏山1段目はすごく取りにくくて編みにくいんですけれども裏山を取って一つずつ編んでいきます最後まで裏山に細編みを編んできましたでサイドですね0センチに合わせましてこんな感じで測っていきますとだいたい17センチぐらいの長さになってます では、二段目に行きたいと思います。鎖を一つ立ち上げて、また編み地をひっくり返しましたら、最後に編んだ細編みから細編みを編んでいきます。で、一つ編みまして、またマーカーをつけましたら、往復編みで編んでいくので、次の目の細編みの頭に細編み。で、また次の目の細編みの頭に細編み。 という感じで、また端まで、目数分ずーっと編んでいきます。で、一番最後のこの細編みの目、まっ、あ、赤ついてるところにまで、最後まで細編みを編みましたら、今の2段目の始まりと一緒で、鎖を1つ立ち上げて、編み地をひっくり返したら、また最後の目からずーっと編んでいく。という感じで、えっと、32目あるので、32目、32目っていう感じでずーっと段数を上げていこうと思います。 細編みの往復編みで16段目まで編んできました。大きさを測っていきますと、左右で18センチで、上下のところで測りまして、端から端までで9.5センチぐらいの大きさになってます。そしたら、ここが編めたら、ここからぐるっと一周細編みで整えていきます。まず、今回はこんな感じでぐるっと一周細編みを編み入れていきます。 今ここに糸がついていてここからずっとこのスタートでこうぐるーっと1周編んでいくんですけれどもまず最初のところですね16段編んでいるので1段ごとに1目ずつ編んでいくということでタタッタッタッと編んできましてここのところは16目になります左のところ。 で、そのまんま下にこうくるっと向いてこう編んでいくと思うんですけど、上下のところの左右のこの黄色く丸で囲ったところですね。丸印。ここのところは増し目をしていきます。角のところにちょっと丸みを出すために、増し目をしないとね、いきなりこう角から角行くとこう突っ張ったような感じになるので、上下左右のところが増し目になります。で、まず増し目をしてずーっと細編みを編んできまして、最後のところも増し目になります。 ということなので、下のところ、まあ、上のところも一緒なんですけれども、32目、32目編みます。で、プラス1、2、3、4と4箇所を増し目をするので、プラス4目。で、上下のところは68目になります。はい。で、ずっとここも16段イコール16目で編んでって、こっちのところは先ほども説明したように、えー、っと左右のところで増し目をしてずっとでねくという感じになります。 なので、まあ、上下のところは先ほどのこの68目になって、左右のところはもう増し目なしで16段イコール16目でいくので、左右のところ16プラス16目。で、合計32目になります。で、68目と32目合わせたらぐるっと一周の目数が100目になります。では、鎖を一つ立ち上げて、まずは一段目のところはこう、 部位になっているところ。ここはね、足を割って編んでいきます。奇数段のところはね、こうやって部位になって、普通に細編みの目が見えているところ。で、偶数段のところはこっちですね。この裏のこう、ポチポチポチっとこう見えているところですね。これが裏になります。なので、1段目のところ、まず最初の細編みですね。ここは足を割って細編みを一目。 で、またマーカーをつけておきまして、次の段2段目はもうこの足のところもうここに入れようと思います。これ細編みの頭になるんですけれども、ここに入れて2つ目で3つ目のところが足を割って3段目ですね。で、3つ目の細編み4段目のところがもうこの v の下のこの細編みのところです。ここになります。ここに入れて。 4つ目。という感じで、16段イコール16目分の細編みを編んでいきます。はい、今で15目目まで編んできました。で、最後の16目目のところが、この細編みの根元のところになるので、はい、ここに16目目の細編みを編みました。で、そしたら次、こっちに行くのも、 と、左右のところは、増し目になるので、まず一番最初ですね。ここですね。この鎖が一番最後の目になっているので、この場所に、一番最後のこの鎖のところ、取りにくいんですよね。これ、裏山取ってるから。よいしょ。入れまして、ここで増し目なので、二つ細編みを編み入れます。 ここにマーカーをつけておくと32目にプラス左右のところで増し目するので34目になるかなと思うんですね。ここから数えて、まあ、34目目のところというふうに分かりやすいので、まあ、一応数えるためにマーカーはつけておきますで。そしたら次、隣からはもう一つずつ細編みを編んでいくだけなので鎖のところを取りまして細編みを端まで編んでいきます。 端の方まで細編みを編んできました。で、一番最後のところはこの端っこのこの鎖のところ、ここに入れて細編みを2目編みます。1で、もう1つですね。2と編みます。で、マーカーつけたところから順番に数えまして、今の目までが34目になってます。そしたら次、こちらの方に編んでいくのも、右のところと同じようになるので、こっちのところ16目になってると思います。 なので、こちらのところも一つずつ16目分ですね。一段ごとに一目ずつ。なので、16目の細編みを編んでいきます。一番最初に編み入れるのが、この裏側のところになるので、ここのところも、まあ2本ぐらいですね。足を割りまして、こっから1目と数えて編んでいきます。で、先ほどこの右の方でつけといたこのマーカーを、 ここにつけといて、まあ、数えるのにね、こっちつけといたら分かりやすいのでつけておきまして、ここからもう一つずつ編みくるみながら編んでいきます。こんな感じで、取れるところで大丈夫です。取れるところを取りまして、よいしょ、細編みを順番に編んでいきます。で、ここは16目分の細編み。 で、端まで行きましたら、右端のところのこの細編みから2目ずつ編み入れて、ここま1目ずーっと編み入れて、一番最後のこの細編みですね。ここのところも、えーと、ここですね。ここのところも2目編み入れる。という感じでぐるーっと編んでって、目数が100目になるようにしていきます。ぐるっと一周細編みを編み入れてきました。最終的な大きさを測っていきますと、左右のところで18 1> 1. センチですね端から端までで1 8 5センチ細編みの頭から頭までで1 7 5センチちょいぐらいですねで上下のところが端から端までで1 0 5センチで細編みのところから細編みのところまでで約まあ1 0ンチぐらいの、はい、大きさになってます。 次の側面1段目も細編みを編んでいくんですけれども、この左と右のところの、まあ、約真ん中ぐらいのところですね。16目あるので、8目ぐらいのところにマーカーをつけておきます。で、ぐるっと一周細編みを編んでいくんですけど、このマーカーのところだけ増し目をして、目数を102目にしていきますで。まずはですね、鎖を1つ立ち上げまして、根元のところにまずは細編みを1目。 で、マーカーをつけておきます。で、つけましたら、次からも細編みを一つずつ編んでいきます。で、マーカーのところが増し目になるので、マーカーを取りまして、この目に二目。細編みを編みます。一、二。で、次の目からは一目ずつ。 で、端まで行ってもまた一目ずつずーっと編み入れていって、真っ締めするのはこのマーカーだけです。マーカーだけ真っ締めしてぐるっと一周編んで、今のこの細編みの頭に引き抜くという感じで一周編んでいきます。ぐるっと一周編んで、最初の細編みの頭に引き抜いて終わってます。そしたら次二段目はぐるっと一周そのまんまですね、目数通りに細編みを編んでいきます。まず鎖を一つ立ち上げて、根元のところに細編みを一目。 で、マーカーを目印につけておいて、で、今度からは、隣の目に細編み。で、隣の目に細編み。という感じで、一つずつ編んでいきます。ぐるっと一周、細編みを編んできました。そしたら、次から模様編みに入ろうと思うので、模様編みの一段目として数えて編んでいきます。 では一段目、鎖を一つ立ち上げて根元のところに細編みを一目でマーカーをつけておきます。そしたら次に鎖を二目で編んだら同じ目のところ、細編みのところに入れて細編みをまたもう一目編み入れます。細編み、鎖二目、細編みを同じところに入れました。 そしたら次は2つスキップした3目目のところに同じく細編み1目、鎖が2目、でまた同じところに細編みを1目編みます。そしたら次の細編み2つスキップした3目目のところに細編み、鎖が2目、でまた同じ場所に細編みを編み入れる。という編み方でぐるっと1周編んでいきます。ぐるっと1周編んできました。 で、今は細編み、鎖2目、細編みを編み入れて、残りは2つ細編みが余っています。で、この状態で一番最初に編んだ細編みの頭に最後引き抜きます。これで模様編み1段目の終了です。では次2段目は、鎖を2目編んだところ、ここにまず1回引き抜き編みで移動させまして、 で、ここから鎖を一つ立ち上げて、今度からは鎖を二目編んだところに、同じ模様編みで、細編みで鎖が二目。で、また同じところに細編みを編んでいきます。で、一つ編んだ、一つ目の細編みの頭のところにマッカーをつけておきます。そしたら、次の鎖二目のところに、今度はスポットを入れて、細編み、鎖二目、細編みを編みます。 で、編めましたら、また鎖のところに細編み、で、また鎖を2目、同じ場所に入れて細編みを編みます。という感じでもう2段目以降は同じような編み方で編んでいきます。とりあえずこの2段目ですね、ぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと1周編んできました。で、前段の鎖2目のところに今細編みと鎖2目細編みを編み入れて終わってます。 編み入れましたら、一番最初のこの細編みの頭に最後引き抜きます。はい、これで2段目の終了です。で、3段目からも全く同じ編み方になるので、3段目も2段目と同じように鎖1目のところまで引き抜き編みでまず移動をします。ちょっともう一回しますね。引き抜き編みで、はい、移動をしまして、ここから鎖を一つ。 立ち上げて同じ場所に入れて細編みで鎖を2目でまた同じ場所に入れて細編みを編むという感じでずっと編んでいこうと思いますマーカーをつけましてこれで高さが出るまで同じような編み方で編んでいきます模様編みを20段まで編んできました で20段編んで大きさを測っていきます。上のところで測りまして、26センチの幅になっています。でこんな感じで今2つ折りにしてパキパキっと折ってるんですけれども、この状態で上から下まで測りまして、約16.5センチぐらいで、えっ、ー、と模様編みまでは15センチの長さになっています。 そしたらですね、もう糸もこちらのベールの方は少なくなってきたので、まあ縁編みもせずにこの模様を活かしつつ、ここで終わりたいと思います。そしたら、ここのところ糸が付けっぱなしにまだなっているんですけれども、これを糸端を糸処理できるぐらいに残してカットします。残りはね、ほんの少し残った程度に、はい、なっております。で、ここをピーッと抜いてしまいまして、 で、糸始末を裏の方でしてみてください。足のとことかに入れて糸始末をしまして、で、次はこのカバンテープですね。このテープを使いまして、持ち手のところを編んでいきます。まずはこのカバンテープの長さを33センチにカットしたものを2本用意してみてください。で、今ここにマーカーというか、ピッとチャコペンで引っ張ってるんですけれども、ここが下から3センチのところに 両端のところにこんな感じでつけました。 で、こっちのバッグの方なんですけれども、パキッとこう割ってもらいまして、真ん中を出していくんですけど、26センチの真ん中って言ったら13センチになるので、13センチのところの真ん中のところ、ここに一つマーカーをつけてあります。で、これはパキパキッと折りますと、半分のところがこの山と山のこの谷のところですね、になるので、こっから順番にこうやって、1、2、3、4、5、6、7、8、9と、 123456789ということなので9個目のこの真ん中のところですねこれが真ん中ってなるのでまあセンチで測っても今のこの目数で数えてもどちらでも大丈夫ですまあとりあえず真ん中にマーカーをつけておきますで、真ん中にマーカーをつけたらこの山のところを数えていきますと真ん中の隣から数えて1 233つ目のところ これも左のところ、1、2、3と3つ目のところに、真ん中のところにマーカーをつけてあります。で、この持ち手のところは、この真ん中のマーカーのちょっと谷の部分、ここのところにね、こんな感じでつけようかなと思うんですね。こういった感じで、この真ん中の谷の部分ということなので、こういった感じ、こんな感じでつけていこうと思います。 引きで見ますと、これこれぐらいですね。結構ね、ちょっと長めの方がいいかなと思ったので、こういった感じで長めにしてあります。で、真ん中のセンチがね、何センチかな。大体なんですけれども、27センチぐらいですね。ここの持ち手のところだけだと27センチになってます。で、2本持ち手と、それからマーカーのところ、印をつけましたら、今度はこちらのグレースラメ。 この糸を使用して、こんな感じでフリフリの持ち手を編んでいこうと思います。では、作り目はこちらの3号針で作り目を編んでいって、編んでいくのはこちらの2号針で編んでいきたいと思います。それでは、糸端は少し残す程度にして、途中で結び目を作って、ここから鎖を編んでいきます。で、このカバンテープのちょっと下ぐらいですね、このあたりまで来て、まあ、 もう編んでいくという感じにしたいのでと、70名前後ぐらいがいいかなと思います。で、75名ぐらいが、まあ、良さげな感じなんですけれども、ちょっと長めな感じにして、75名、まあ、80名ぐらい編んで、そこからと調節できるような感じでしていこうと思うので、80名、ここから鎖を編んでいきたいと思います。鎖を80名編んできました。 で端っこを 0cm にこう合わせまして測っていきますとこんな感じで大体ですね3 4ンチぐらいになっていますでこれの長さが3 3ンチだったので、まあ、端っこに合わせるとちょっと出るぐらいですねこんな感じでちょっと出るぐらいになっていますそうしましたら次はこちらの2号針を使用して一段ぐるっと楕円の編み方で編んでいきます では、ネイビーの糸だとちょっと分かりにくいので、同じ糸なんですけれども、アイボリーの糸で編んでいこうと思います。まず鎖を一つ立ち上げて、二つ目のこの鎖の裏山、ここから細編みを編んでいきます。まず一つ細編みを編みまして、で、マーカーを頭のところにつけておきます。そしたら次の目のこの鎖の裏山、ここに入れて、細編み。 という感じで端まで裏山を取りまして、細編みを編んでいきます。細編みを76目,目まで編んできました。で、これにですね。合わせていきますと、こんな感じで。まあだいたいこのうんとラインのところよりかはちょっと出るような感じになっているので、まこの辺でいいかなと思ってやめにしようと思います。2センチぐらいですね。 このラインより2センチぐらいは出るかなっていう感じになってきたので、これで、私はね、76目で終わりにしようと思います。皆さんも、えっと、ご自分のこの長さですね、ここのラインのちょい2センチぐらい、これぐらいですね、出るぐらいまでを編んでいただいた方が安心かなと思うので、それぞれ、まあ、それぐらいに出るまでは編んでいただけたらなと思います。で、そしたら、この余分に編んだ鎖、これをほどいて、この目まで、 ぴったりいいくような感じにしていきます。そしたら一番端っこのこの結び目これをねまず最初に取りましてでもこっから順番にこうやってしてほどいていくだけです。ほどきまして次のところもほどきましてっていう感じでちょっとこまごまして <laughs> ちょっとここのところは見えにくいんですけどね。 まあこんな感じで一つずつほどいていきます。で、一番最後のちょい近くぐらいになったら、はい、こんな感じでキューッと結んだら、ここで玉になりますので、これで OK です。で、糸端ちょっと長かったらカットしてもらって、この糸端は編みくるんじゃうので、ちょっと長かったらね、邪魔になるので、少しね、これぐらい残してカットしておきたいと思います。そしたらぐるっと一周台な編み方で編んでいくので、 また同じところに、あと2目編み入れていきます。まずは1目目ですね。編み入れまして、で、あともう1目、同じ場所に入れまして、編みくるみながらも糸処理しようと思うので、編みくるみながら細編みを編みます。で、今の真ん中の目、3つ入れたと思うんですけれども、2目目のところですね。ここにちょっとマーカーつけておきます。 一番真ん中の目、三目中の真ん中、ここにマーカーをつけまして、で、また隣からは一つずつ折り返しで、細編みをまた端まで編んでいきます。最後の目を一目残したところまで編んできました。そしたら一番最後の目のところは、まだ一目しか入ってないので、最後の目のところにあともう二目、細編みを編み入れます。一目編み入れて、あともう一目。 はい、編み入れました。で、最後の目ですよって分かるために、またマーカーをこの一番最後の細編みのところに付けておきます。で、できましたら一番最初の細編みの頭、ここに引き抜きます。これで楕円でぐるっと一周、まあ、ベースができました。そしたら、ここからフリルを編んでいきます。 では、鎖3目で立ち上げて、次の目から長編みを編んでいきます。まず1つ編みまして、マーカーはね、ぐるっと一周編んでいくだけなので、ちょっとつけずにいきたいと思います。で、2目目の長編みを編みまして、この部分はね、隠れてもいいので、まあ長編みだけでしようと思うんですね。なので、今2目編みました。で、3目目。 4目目5目ぐらい行こうかなと思います5目目ぐらいはい5目ぐらいちょっといいかなと思うのでまあこれぐらいで5目長編みを編みますで編みましたらここからがフリルになるんですけれどもまずは隣の目に長編みを1目で鎖を1目編みますでまた同じ目に長編みを編みます 同じ目に長編み、鎖長編みを編み入れました。そしたら鎖を1目編みまして、次の目、ここに今度は長編み1目で鎖が1目でまた長編み1目鎖が1目もう1回長編み1目を編みます。これのリピートです。まず最初は長編み鎖長編みを編みました。で 鎖を一つ編んで、次の目から長編み鎖、長編み鎖、長編み。これをリピートしてずっと編んでいきます。で、編んだ後は鎖を一つ編んでください。この長編み鎖、長編みで鎖編みました。で、次のこの長編み鎖、長編み鎖、長編みの後も鎖を一つ編みます。っていうのがワンリピートですね。すいません。この鎖も入れて、ワンリピート。これをずっと編んでいきます。そしたら次の目。 ここからもリピートになるので、長編み、鎖1目。で、長編みを編みます。このね、間の鎖はね、あんまり大きくない方がいいです。はい。あんまり大きくならずに鎖を1目編んでみてください。で、鎖を一つ編みまして、次の目に、長編み、鎖1目。で、また、長編み、鎖1目。 で、もう一回ですね。長編み。で、最後、鎖を一目編んでいきます。っていうので、こうやっておくとね、ちょっとフリフリフリーってなってると思うんですよね。これを続けて編んでいきます。皆さん結構長いと思うんですけど、すんなりすぐ編めれるかなと思います。で、また隣の目から、長編み。で、鎖一目。長編み。で、鎖一目。 で、隣の目にまた同じく長編み、鎖1目。長編み、鎖1目。で、同じ目にもう一回長編み、鎖を1目と編んでいきます。はい。こんな感じで、ちょっと端の近くまで編んでみてください。 で、一番端っこのところ、これ5目ぐらい編んだと思うんですよね。ここを入れたら、最初の立ち上げ入れたら6目、長編みを編んでるので、反対のところも長編みを6目編んでみてください。で、ここの真ん中のところの隣ですね。ここからがまあ端っこで、これ真ん中1目編んだところ。で、またここからは戻りになるので、この目を数えて、1、2、3、4、5、6。 ここですね6目分は長編編みみにななりまますその直前でででは同じじような感じで編んでみてください、はいこんな感じで端の方まで編んできました。で、最後は長編み6目編んで終わってます。そしたらですね、今度こっからこちらの方に引き抜き編みで移動しようかなと思います。まず鎖を1つ編みまして、この足のところもどこでも大丈夫です。端っこであの隠れてしまうのでバックで。これで引き抜き編みで1回。 で、2回。で、3回目がこのマーカーの真ん中の目ですね。3回目がマーカーのところ。で、4回目が反対の方の細編みですね。ここまで引き抜き編み。私は4回で移動しました。これ何回でも大丈夫です。とりあえず反対の細編みの目まで引き抜き編みで移動します。 で、こっから鎖3つ立ち上げまして、今これ1目長編みを編み入れたということなので、あと5目ですね。隣から5目長編みを編んでいきます。はい、長編みを5目編んできました。そしたら次からがまたフリルの編み方になります。隣の目から長編み鎖で長編み。 で、また鎖を一つ編んで、もう一つ隣ですね。また隣の目に、今度は三つ長編みなので、長編み、鎖一つ。で、二回目の長編み、鎖一つ。で、もう一回、長編みを編んで、鎖を一つ編みます。で、また隣のところから長編み、鎖長編みを編み入れる。という感じで、同じようにずーっと編んでみてください。で、最後のところ、ここ六目のところの 分が長編み、えー、と6目になりますので一番最後の目はこれ真ん中の目になります。一応つけといたんですけど、その隣の目、ここまでが、えー、と目数編み入れるところなので、マーカーの隣をから1、2、3、4、5、6とですね、6目分はえー、と長編みを編んでみてください。で、その隣までが今までと同じようなこのフリルの編み方になります。はい、こんな感じで2本。 作って編んでみてください。で、一番最後編みましたら、えっ、ー、と、そうですね。最後までとりあえず行ってみます。はい。皆さんも最後までちょっと編んでみてください。端の方まで編んできました。で、長編みは最後6目編みまして、で、マーカーのところ編まないでおこうかなと思ったんですけど、入れた方がね、すっきりと収まりがいいような感じになるので、最後マーカーのところに長編みを1目編んで終わろうかなと思います。 はい。こんな感じで、フリフリフリとなっているかなと思います。で、ここで終わりになりますので、鎖をちょっと編みまして、こっちの方は糸処理しなくてもいいんですけれども、まあ、とりあえず後ろの方に糸処理しようと思うので、糸処理できる分ぐらいに残してカットしてみてください。で、こっちが表の方になるので、裏の方。 に向けまして、この、ま、あこの細編みのところですね、ここにシューッと、えっと、糸処理した方がいいかなと思うので、このあたりに糸始末をしてみてください。で、同じ長さのものですね、こちらも編んだものになるんですけど、これを2つ、2本ですね、編んでみてください。で、2本編めましたら、次はこちらのバッグの持ち手の方、これにつけていこうかなと思います。では次は、このカバンの このテープ、これに編んだものをつけていきます。まず最初にですけれども、このカバンテープがポリエステル100%になっているので、ちょっと糸端がほつれてん気になるなっていう方は、こういうライターとかでちょっとあの気をつけていただきたいんですけど、こうやってして炙って、ちょっとあの溶かすような感じにして、ほつれ止めもできたなぁと思ったので、私はこういった感じで炙りまして、ここのところ、 あの、ほつれがないようにしました。あの、これはでも危ないかもしれないので、気をつけてやってみてください。でですね、まあ、こういう感じでできましたら、次はこのフリルの部分をつけていきます。えっと、私の場合ですね、あの、先ほどの長さでいきますと、まあ、だいたい一緒ぐらいに伸ばしたらなりました。はい。なので、一番端っこのところ、ここのところをクリップでまず止めます。 で、こういった感じ、あの、表の方が、あの、長編みをきれいに編んだ方ですね。で、裏の方は、裏になっている方、裏の方ですね。こういうふうな順番でずっと編んでったと思うので、編んでったところを表にしております。はい。で、こういった感じで順番に、クリップで留めていきます。こんな感じで4箇所ぐらい留めましたら、グルーガンで、まずはこの右端から止めていきます。 まずはクリップを取りまして、この真ん中のあたりに塗らないとフリルがね、きれいにできないので、まあ、真ん中のあたりにこんな感じで塗って、端の方から私は留めていきます。こんな感じでまず1箇所留めました。そしたら、ここからはちょっとここの部分ですね。私4箇所留めてあるので、このまず2つ目のところのあたりを外しまして、 でこっちの方にね、こうやってして向けて塗っていきます。ここのところを、まあ、ちょっと2センチぐらいとか、あのー、あまり慣れてらっしゃらない方は少しずつ出した方がいいかなと思うんですけれども、あ、ちょっと手についたな。まあ、こんな感じで、ペタッと合わせて、つけていく。という感じに。熱いのでね、ついたりとかすると気をつけてください。で、またこういった感じで、ちょっと出して、 でつける。という感じでしていただければなと思います。 で端の辺りまで来たらもうこっちの方取ってこうやってしてあげてつけた方がいいかなと思うのでこんな感じで上げましてで真ん中のところグルーガンで塗りましてで止めていきますはいこんな感じで止めれましたでちょっと置いておいた方がいいかなと思うのでこのままでちょっと置いておきます で、これを作って2本ですね。で、それからバッグの方に今度はこのフリルの、えー、と持ち手のところをつけていきます。持ち手はこんな感じで片一方の方はつけてみました。で、マーカーが付いてたと思うんですけれども、マーカーのところを基準にして、もうちょっとずらしたりとかして、お好みな感じの長さとお好みの感じの間隔に設定していただきまして、で、グルーガンでこの下のところを一度仮止めします。 ピタッと仮止めして、あ、まあこれぐらいでいいかなと思ったら、今の段階だったらね、ピタッと仮止めぐらいだったら、あの、外したりとかできますので、まあそんな感じで一度決めていただきまして、サイドのところとかをね、またグルーガンで止めていきます。で、それができたら、上のところはこう、力がすごくかかるところになっているので、なので縫い止めをしました。っていうのを、まあやっていきたいと思います。 で、長さを測っていきますと、このね、持ち手自体が33センチあったと思うんですけれども、このね、うんと、出ているところで30センチぐらいかな。そんなにもないです。さっき測った29センチぐらいだったんですけど、うん。だいたい29センチぐらいですね。なので、2センチ2センチ、ここのところが出ている感じになっています。これもね、お好みにしていただいたらいいです。もうちょっと短くしたければ、もうちょっと中に。 入れていただいてもいいかなと思うんですけどまあこんな感じでしてありますでこの間の間隔のところ私の場合はですけれども8センチちょいぐらいがこの間の間隔になっていますでマーカーつけときましたこのえっと真ん中のマーカーからその隣のこのお山ですねこれ123と4の間にこの真ん中の線が来る感じこっちの方も123と 4のこの間のところにこの何て言うんですかね真ん中のこの線が来る感じですね細編みのところがいいかなと思ったのでそこに設定をしてありますでこちらの方はこんな感じで一方を決めましてつけたらこっちの方はねこれに合わせてしないとちょっとおかしくなるので、まあ、こっちに合わせまして持ち手の長さとかも同じような感じで仕上げていただけたらなと思いますそれではまずはこの内側のところにつけていきたいと思いますまずはこう クリップで止めたままでしていこうと思うので、ちょっとね、この生地、生地じゃない、<laughs> えっこの編んだところですね、このところにちょっと塗るような感じで、ピタッと、まず仮止めですね、をしていきます。で、反対のところも仮止めを同じような感じでしていきます。はい、こんな感じで仮止めができましたら、 今これ真ん中だけしか塗ってないのでちょっとサイドの方ももう一回ちょっと固定みたいな感じでちょっとねサイドのところをこのグルーガンで合わせていきます。もうこれはちょっと取っても大丈夫なのでこのところとかもね塗れてなかったよにここでちょっと塗っときます。 はいこんな感じで留めれましたそしたらちょっとまだねあったかかったら剥がれる可能性があるのでちょっと今の時点で冷めるまでは少し待っておきたいと思いますでこれが冷めたら上のところをまあ縫うような感じにしてえっとまあここはもう縫い物になるので縫って止めるという感じにしていただければなと思います で、糸処理、まだされてない方は中のところの糸処理もしていただいて、内布とかね、つけていただいた方が、あの、こうやってしてあんまり見えたくないところが <laughs>、あの、隠れるかなと思うので、はい、あの、内布付けもしていただいたりとか、タグもつけていただくとすごくね、可愛く、本当にあの、売っている既製品のバッグみたいな感じに見えるかなと思いますので、まあ、ご自分で、あの、いろいろとアレンジしていただきまして、バッグを仕上げていただけたらなと思います。 中の糸始末もして仕上げてきました内側はこういった感じになっております、はい、でバック底板を今回そこに引きましてこれセリアさんに売られているものになりますで底板を底に合わせましてカットして中に敷いてあるだけですねこれがあるとねすごくしっかりするのでよければ使ってみてくださいで持ち手の部分はこんな感じですね こういった感じですごく握りやすいですし手も入れやすい感じになっていますで今回はシルバーのタグをアクセントにつけてみました夏っぽい感じになるかなと思ってシルバーのタグにしてみましたでですねこの持ち手のところのこのフリルのラメですねグレースラメの糸がとってもね夏らしい感じでぱっと見ねデニム調にこれ見えるんですね。 なのでカジュアルなお洋服にすごくね合ったバッグになってるかなと思いますとっても可愛らしいバッグなのでよろしければ編んでいただければ嬉しいですはい今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画が良ければ高評価それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょう最後までご視聴ありがとうございましたさよなら